28日水曜日、北陸から北日本では天気下り坂となりそうです。まずは実況の天気図、午前3時のものを見ていきますと、この辺り天気図には描かれませんが前線が位置しています。この前線がまた日本海を通って北日本の方へと接近していく予想です。では今後の降水の予想を見ていきましょう。朝の時間帯はまだ晴れのお天気となっています。前線に向かって湿った空気、今日は南寄りの風が入っていきますので、この影響で前線の影響より先行してですね、にわか雨の可能性が東北エリア、そして北陸ではありそうです。午後の時間帯も所々で雲が広がりやすくなります。一旦こう闇間があったり隙間も出てくる時間帯もありますが、夕方以降にかけては日本海から前線の影響によって雨の降り出すところが多くなっていく予想です。お帰りの時間帯に備えて折りたたみ傘など雨具をお持ちください。